このギニュー様の真の力を見せる時がまさかやってくるとは思わなかったぞ。よし、こっちも行くぞ。なるほど、こいつは思った以上にできるようだな。とてつもない強さだぜ。何笑ってんだ。貴様が強いからだ。このギニュー様より圧倒的に強い戦闘力を持っているからだ。ん？だったらなぜ笑う？気に入ったぞ。その強い体を。悟空、お前なんか変じゃねえか。なんていうか、その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。知りたいか。そらそらそら。ギニュー特戦隊隊長、ギニュー様だ。Yeah!
ないじゃない。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんね。ほら。クリリン、ゴン、よく聞け。そんなオラじゃねえ。体溶けたキングだ。遠慮なくやっつけちまえ。今のおめえたちなら絶対に爆発しねえ。いいか、ぶっ飛ばしちまうんだぞ。使えてないんだよ。モンカ、そんなヘナチョコ攻撃。くそー。今のうちに降参したらどうだ。降参？このギニュー様が降参だと？ふざけやがって。まだギニューを片付けてなかったのか。バカめ、外見がカカロットなんて思い切って攻められんようだな。よーし、この俺が始末してやる。やはりこの程度か。フン！
Yeah.